桜の花が今年いつごろ咲くか発表がありました。日本気象協会の予想によると、今年一番早く桜が咲くところは福岡で3月23日頃になりそうです。高知と東京は3月24日ごろ、大阪は3月28日ごろ、仙台は4月10日ごろで、いつもの年とだいたい同じになりそうです。时期开放的日本气象协会的预测，今年最早的樱花是在福冈3月23日左右，高知和东京在3月24日左右，在大阪是4月10日左右的时候，在仙台的一年就和往年一样。